スカフタフェットル国立公園から流れ出るスケーザルアウ。スケーザルアウは、アイスランド南部を流れる、氷河に源を発する、比較的短い川である。アイスランド最大の氷河、バトナヨークトルから分かれ出る氷河、スケーザルアウルヨークトルが源流である。平均的な流量は200メートル、S 程度で、陶器には10メートル、S に減少する。スカフタフェットル国立公園付近では、 スケーザルアルと呼ばれる氷河性下流洗浄地を形成している。公園と海の間の地帯全体にわたって溶岩が元となった黒い砂や灰からなる地表を川がいくつもの細い流れに分かれて走っている。全長の短い川は往々にして流れが急で氾濫が多いことがあるがスケーザルアルはその典型例である。時には犠牲者の出る。 氷河湖決壊洪水が起こることがある。近年では1996年に大規模な氷河湖決壊洪水が起こった。この時は民家ほどの大きさがあるような氷の塊が長さ880メートルの橋を破壊したことをはじめ、国道1号線に大きな被害が出た。この洪水の最大流量は4万5000メートル S にもなった。 火山の噴火が氷河を溶かすことで洪水が起こるため、付近にあるグリムスボトン火山及びバトナヨークトル氷河の様子は厳重にモニタリングされており、この洪水が起こる前にリングロードは封鎖されていた。そのため、幸いこの洪水では犠牲者も怪我人もなかった。また2010年には11月にザンドル地形上で洪水があった。 11月1日にグリムス・ボトン・カルデラの一部を形成するグリムス・フィアトル3で地震が発生し氷河から転がり出た氷塊が電線を切断してキルキバイアル・クロイストル集落が停電した。ありがとうございます。